ガラさあということで本日は変わったところからお送りしてますけど、そうですね、朝ですね朝です。何ですか今日は。もう足元見てもらったら分かると思うんですけど、そうですね、はい、どうですか。どうですか。クリフトン8でございます。ありがとうございます。ということは、僕たち2人が同じ靴を履き出したということは、案件でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。岡さん、ありがとうございます。今日は新発売のクリフトン8を履いて、そうですね、ちょっと LSD をして、あー出た、この暑いのに、こんな暑いのに LSD をして、それでレビューをしていきたいなと、うんうん、そうですね、思うわけでございます。どんな感じかっていうのをね、はい、実際履いてね、そう、速攻の感想を、そうだよ、述べていこうかなと。まあ、だからもう、だから LSD 終わった瞬間またこうやって撮るんでしょ。そうです。だからもうほやほやのほやほやのレビュー。で、今日初めて履いたんで。そうです。そう、だからもうほやほやレビューで、ほやほやレビューをさせていただきたいと思うんでぜひ皆さんね、そこの方、そうですね、期待していただけたらなと思います。それでは、はい、早速 LSD、頑張りましょう。行きましょう。はい、はい、行ってきます。行ってきます。あー、もうこれ楽しくてここだけでもいいけどさあ、それではLSD 行ってきます。以来のね、最長距離ですね、今日は。マジかよ。プラス5キロとかいう驚きのツイートしてたけど、5キロ取っちゃったから痩せないと。すごいよね。一瞬ですよ、皆さん走るのやめたそんなことねえよ。久々にね、ちょっとね、原田さんに禁止されてたコーラとかもガブガブ飲んじゃったんで。ああ、なるほど。また最近ちょっと戻しましたけど、最初でも逆に慣れなかったな。飯食いながら、昔コーラばっかだったけど。飯食いながらコーラ飲んだ。そう。すげえ。今回めっちゃ違和感だったな。いや、普通に違和感だから。中高の時にやっぱね、炭酸禁止あったんですよ。昔ながらの部活なんで、やっぱり。その反動がね、出て大人になって。その理論で俺、炭酸そんな好きじゃないからね。ああ、なるほどね。そう。じゃ違うね。それが習慣化した人でしょ、ちゃんと。習慣化したっていうか、まあ、そうだね。だからその好みまで変えられるくらい習慣化したってことでしょ。そうそうそう、がっつり強制されて。僕はずっと飲みたい飲みたいと思ってたら、中高時代。ああ、シャドウやってるよすげえ。最近ね、ちょっと私もちょっとこっちの世界に来ました。似合わずちょっともう、あの格闘技チャンネル見まくってるから、あら、見漁ってるから、ハマってきちゃったね。ちょっとやばいかもしれない。面白いんですよ、格闘技ハマっちゃうと。ちょっとやばいかも。やりますか、ポップライン動画でも教えてあげますよ、僕が手ほどきしますよ、今度は。何人も教えてもらったんで。ぶっちゃけちょっとやりたくなってるもんあ、マジ、うん、前までだったら絶対一発目で嫌だって言ってるよね。絶対嫌だったけど、最近マジで本当に俺 YouTube 格闘技しか見てない。ただ今、ちびっこギャングにめちゃめちゃ追われてます。ちびっこたちがすごい速いスピードで追ってきてます。確かに、だから本当はここ、今のちびっこたちが行ったら上の方に行くのかも。登る方に行ったら回れたかも。さあ、すごい、今橋の上を走ってます。いいコースですね、絵代わりして。どうなったの何してるの。
久々の僕 LSD ですけど、どうですか LSD。 いやー、やっぱり来ますね。来ますか。うん、なんだかんだで LSD が一番きつかったりするから。まあね、ゆっくり走んないといけないっていうね、意外と難しいですからね。あなたの中ではキロ6なんで、やっぱりゆっくりでしょ、だいぶ。まあそうですね、結構ゆっくりな方で疲れるよね。僕はね、もうほぼほぼジョグに近いんですけど、まあちょっと前はね、一気にペース上がったけど、最近またやっぱ走るとちょっとキロ6付近、5分半から6分いかないくらいかな。いつもと違ったはずに。そうですね、いつもは最近光が多かったですけど、今日はね、違うところ走ってみようということで来てますね、ニューコース。ただ暑いね。もう皆さん気をつけてくださいね、あの走る際は。もう夏ですよ。さあ、ということで、はい、LSD が終わりました。暑いね、今日暑い、やばい、やばいわ。ちょっと潮吹いてるもんな、最近塩分取りすぎて俺、すごい。さあ、ということで、はい、実際にクリフトン8を履いて、うん、どうだったのかもね、うん、ほやほやですよ。そうだね、終わってほやほやで、ほやほやです。まずお値段の方が税込み1万7600円になります、はい、そしてカラー展開が6色、うん、そして重さの方が 250g となっておりますね、うんうんうん、でこんな感じです、うん、厚底で ね、 そうね、かっこいい、うん、シティユースも使える感じですね。いいですね、カラーバリエーションもこの感じは僕好きですね。ね、すごく、うん、夏っぽいね、うん、気分が、うん、気分が上がりますよね、そういう色は。あとホカっぽいよね。ああ、めちゃめちゃホカっぽい、うん、この2色展開、ね、そうそうそう、ホカってこんな感じのイメージ。めちゃめちゃ滑り止めしっかりしてますね。そうね、うん、今回結構黒缶に近いようなとこも走ったんですけど、うんうん、全然滑らず、そうね、気にならず、うん、使用感どうですか実際。そうね、まあやっぱりね、ホカおねおねって感じの、うん、履いた瞬間からこう包み込まれる感じは抜群だね。走る前、うん、履いた時にウォーってなるね。ウォーってなるね。僕が好きなあの肉厚な感じですよ、うん、この足首周りが、そう、ね、ホールド感がしっかりしてて、うんうん、でこのね、終端の方も、うん、結構肉厚なんですよ ね、 そうだね、肉厚だし、このかかとの方も、うん、肉厚なんで、かなり足首周りはホールドされます、うん、結構ずれないね、うん、ずれない、しっかりホールドされる、そこがまずすごくいいね。で、あとまあクッション感もすごくあって、まあジョックシューズというかにはもうほんと最適だし、今日ちょっと黒缶っぽいとこさっきも走ったんだけど、はい、黒缶っぽいとこもいいよね、全然走れますよ、うん、今までね、シューズレビュー結構やってきたっすけど、うんうんうん、多分気づいてる方もいると思うんですけど、僕のね、うん、最重要視してるところって、うんうん、クッション性なんですよ、はいはいはい、その理由はなぜかというと、うん、やっぱりお体重の方が結構にあるので、はいはいはい、怪我防止のためにもクッション性高い方がやっぱね、うん、足に着づらいんですよ。そうだね、この靴、うん、どう、めっちゃクッション性高いです。おいいじゃん、びっくりする、ふかふかだね、完全にふかふか、ふかふかのカーペット絨毯の上を歩いてるみたいな、もうマジでふかふか、びっくりする、うん、しかもズーム X みたいにこのブニョンっていうそのふかふか感じゃなくて、なるほど、なるほど、結構安定感のある、うん、そうだね、うん、確かに、なるほど、スポンジのような、こう沈み込むようなふかふか感、うん、で今回まあキロ6くらいのね、うん、ペースで走りましたけど、うん、超走りやすいっす、超走りやすい、びっくりするくらい走りやすい、うん、もう皆さんにはバレると思うんですけど、僕今後これ多分使用回数増えると思います。気に入ったやつやっぱ使用頻度増える傾向にあるんで、うん、だから YouTube 映像でまた足元を今後見てみると、うん、竹本また履いてんだ、履いてんな、気に入ってんだなって見て もらえれば、そこがまあ判断基準にもしてもらってもいいと思いますね、うん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 、実際インビンシブルとかと双璧になるくらいのジョグシュー、うん、あ、そんなに、うん、インビンシブル大好きだもんね、もう大好き、あれもクッション性が好きなんですよね、クッション感もうもちもちしてるから、うん、こっちの方が安定感はある、うーん、ブレないんだよ、設置の時に、うんうん、ちゃんと沈み込んでくれるんで、かなり多分これから走るとか、うん、ね、ジョグしますよって人にはかなりおすすめですよ、ね、めちゃめちゃおすすめですね、そのレースシューズでは決してないんですけど、うん、これから走り出すよとか、うん、そうだね、多分これから走り出す人見てないけどね、この動画確かにそう、なんか見てほしいな、そういう人に一番おすすめだし、そうだね、この夏ジョグで結構距離踏みたいよって人は、うん、めちゃめちゃあり、あ、全然ありだね、怪我しづらそうなんで、うん、だから夏明けにレースがあって、まあ俺もそうなんだけど、うん、10月17東京なんだけど、はいはい、そこに向けて走り込みしないといけないじゃん、うん、で夏に走り込みするの結構しんどいんだけど、うん、まあそれのお供にはだいぶいいかも、だいぶいいっす、うん、マジで本当に多分怪我しない、しない、うん、なんかナイキがさ、リアクトだっけ、あ、怪我しない、インフィニティ、はいはい、はい、インフィニティかでやったけど、これなんじゃねえのっていう
これなんじゃねっていうぐらいクッション性はこっちも抜群にありますね。ただただクッション性があるからっていうじゃなくて、うん、ホールド感がしっかりあった上のクッション性だからブレないのよね。だからオーバープロネーションにもなんないし、しっかりとしたマシュマロ、うんうん、って感じ。ちゃんとこう重力に逆らって落ちてくれるマシュマロです。そう、こうなんないんで、ずれてしないね。足首弱い人にもかなりおすすめ。多分このホールド感かなりいいですよ。そうだね。こう最近ずっとこれでジョグしてたっけって思うくらいしっくりくる、ね、本当にこれ褒めすぎかもしれないけど、うん、本当にマジしっくりきます。言ったら厚底他から始まってるから、確かに全ての原点だね。原点はだからやっぱりそんだけのね技術があるってことですね。ナイキが真似したんだから他を。確かに確かに。勘違いしてほしくないな。カーボンは入ってないんで。うん。そうですね。反発とかビョンビョンはない。反発はないです。もう完全にジョグシューズ。うん。ただジョグシューズにかなり向いてます。かなり。普通にタウンユース。普段履きとしても。普段履きしたよ俺。僕だってあのクリフトエンジはね普段履きもかなりしましたから。そうだね、かなりしてるね。俺今後多分これ普段履きすると思う。もうこれね普段履きそのままちょっと走るとかも全然できるからいいっすよ。うん。うん、だから普段履きでこの色かよって思う人もいるかもしれないけど6種類あるんで。そう、全然自分のお好みの色を選んでいただけるんで。うん、スピードを上げた時にどうなるのかがちょっとわかんない。ああ確かに。うん、今日は本当 LSD でゆっくり使ったけど、スピードを上げて例えばキロ4キルとかさのペースで走った時にちょっと合わないかもしれない。果たしてどうなのかみたいな。でも重さがねちょっと 250g あるんで決して軽くはないんでね。そうだね、重いね。確かに、まあ、ポイントとかのシューズじゃ決してないと思うんですよね。でもできないことはないですよね、全然。いやどうだろうな、1000のインターバルはできない。できないかな。これはもうねちょっとこの履き心地が好きすぎて結構気に入ってるね。結構気に入ってます、これリアルな話。あんまりそこまで踏めない、ね、案件ですけど案件っていうのをもうお伝えした上で気に入ってます今回。まあだって本当にボロクソ言う時ボロクソ言うからね。そうなんです、僕ボロクソ言うんで、うん、ドンキの動画も見てもらえれば。多分今回僕あんまり良くないなと思ったら口数減ってたはずなんで。そうだね、動画回ってない時に履いた瞬間にホホホって言ってたもんね。そうそうそう、ぜひね皆さんもちょっとお試しいただけたらな、うん、まあ、しばきしてもらってね、どうなんだ、うん、竹本あんな言ってたけど本当かやと思ったらしばきしてもらっただけでも、うん、そうだね、結構感じれるんで、ね、うん、ちょっとこうそこで足踏みしてもらっただけでこのふかふか感を、うん、そうねそうね、うん、でもそれが一番大事だから、うん、俺が一番大事にしてるのは一番最初に足を通した時の第一印象。そうだね、そこから意外と変わんないもんね。そう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 、そう、ね、だから最初いいと思うか悪いと思うかだもんね。それで決めてるから、俺はこれ履いた時にああいいなって本当に第一印象で思ったから、ちょっとなんか悪い点気になる点をずっと考えながら今喋ってたんだけどないね。だからまあスピード練がちょっとハテナかなってくらいでしょ、そのポイント練習する時に4キロ4切ったくらい。そう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 、そんぐらいのね。ただまあそれを目的としたシューズで販売してないから。そうなんですね。すごいいいです、すごいいい靴です、うん、本当に。だからホカさんなんか案件ください。ちゃんとね今日も LSD してますからね。そうね、実際履いてみてどうなのかっていうね、うん、はい、言ったら体張ってますからね。体張ってますから今日30度ありますよ、ホカさん。すごいよ、頑張りましたよ。ありがとうございます、のおかげで久々にこんな90分も走れたんで、うん、そうですね、ありがとうございます。でぜひねあの概要欄の方にもね、うん、あのリンク貼ってますので そ,、ね、そちらの方で皆さんちょっとね、はい、ホームページの方もチェックしてもらって、うん、気になった方はまあ購入していただけたらなと思います、うん、でまあコメント欄にもし購入したらどうだったよってね。ああ確かに、いただけたら、うん、ちなみに概要欄から飛んで買ったところで僕らに一銭も入んないんで。そうですね、はい、別にそういうの関係ないんで、はい、それは関係ないんで、それは関係ないんで、まあ、怪しいなと思ったらもう別に自分で調べてから買っていただいても全然。そうだね、そうだね、全然それでいいです、はい、ただの時短のための URL なんで、はいはい、そうですそうです、ぜひ、はい、でそれではねまたね、はい、次の動画でお会いしましょう。はい、チャオー、やねー、足の裏こんな感じです。君とカーボローディング、君とカーボローディング。